これすっごく美味しい。直文様が村を譲り受けてから農業も復興も順調に進んでいますね。本当にありがとうございます。いや、村のみんなの頑張りのおかげだ。それと二人もな。直文様、私これからもっと頑張ります。ああ、よろしく頼む。お、どうしたのご主人様、ご飯食べないの？ちょっと待て、これは。カウントダウン、なぜ急に？しかももう時間がない。二人とも俺から離れるな。わあ、これって転送。ナオミ様、波は当分来ないはずでは。俺にもわからん、とにかく気をつけろ。森の中にこんな祭壇があるとは。ん？米っ子、何を触っているのだ？パズル、お姉ちゃんもやる？これは、祭壇に祀られている石板ではないか。勝手に触っても大丈夫なのだろうか。だって暇だし。姉ちゃんたち、まだ帰ってこないかな。簡単な採取クエストだ。じきに戻ってくるだろう。そんなに心配しなくても。腹減った。そうだな。めぐみんたちが帰ってきたら、美味しいご飯を食べに行こう。うん。パズルももうちょっと。これをはめて。できた！あれ？なんか光ってる。この光は、コメッコ、私の後ろに。二人とも、無事か？ええ、私は大丈夫です。フィーロも大丈夫。それよりここ、どこ？なんだ？お前たちは一体。騎士と子供？それはこっちのセリフだ。この転送、お前らの仕業か。不審者。言ってしまいましたね。何だったのでしょう。ねえご主人様、お腹すいた。そういえば食事中だったな。だが今はそれどころじゃなさそうだ。ここはどこなんだ。あなたたちが不審者ですね。我が妹を脅かしたこと、地獄の底で後悔させてあげます。姉ちゃんかっこいい。待て、いきなり喧嘩売るなって。あーすみません、うちのパーティーメンバー血の気が多くて、アクセルに戻ったらきっちり言い聞かせておくので。アクセル、なんだそれは。え、そりゃアクセルの町のことだが、知らないのか。すみません、そのような名前の町、聞いたこともありませんね。まさか。おい、メルロマルクという地名に聞き覚えはないか。聞き覚えないし、そんな地名この辺にはないぞ。やはりそうか。いろいろと確認したいことがある。俺の質問に正直に答えろ。この巣場、カズマ、そのすまない、
私がついておきながら。ですが、米っ子も悪気があったわけではないのですよ。高魔族は、そこに謎があれば解かなければならないのです。ほんと、綺麗にパズル完成させてたわよね。すごいわ、米っ子。ご褒美に肉食べたい。すみません、本当にすみません。今さら謝られても遅い。とにかく、どうすれば元の世界に戻れるか調査が必要だな。二人とも、行くぞ。もしかして、あなたたちだけで調べるつもり？私たちも手伝ってあげてもいいわよ。いらん。いや、そう言わず協力させてくれ。原因は私たちにあるのだから。だからいらん。信用できない奴らと慣れ合うつもりはない。直文様、そこまで言わなくても、せっかくのご好意なんですよ。まあ、いきなり仲良くしてくれってのも無理だよな。もし俺たちの力が必要になったら遠慮なく言ってくれ。考えておく。二人とも、今度こそ調査に。って、フィーロはどこ行った？そういえば、米っ子とメグミンもいないようだ。ああ、それならさっき、メグミンが二人を連れて出てったわよ。米っ子もフィーロも退屈そうだから、街を散歩してくるって。そういうのは早く言え！悪いナフミ、今連れ戻してくるから、ここで待っててくれ！いや、俺も行こう。お前らに任せていたらいつまでも解決しなさそうだからな。この巣場。カズマ、よかった、来てくれたのですね。お金を貸してください。やっぱり屋台にいたか。というか、いきなり金を貸せってどういうこった？それよりフィーロはどこに？おいしいものいっぱい食べられてフィーロ幸せ。はん、うんうんうん、あんうんうん、うん、はん、はん、うん、うん、全部姉ちゃんのおかげ。はん、うん、どんどん食べよう。食事中だな。それもとんでもない量を。あれをおごったから金がなくなったってわけか。米っ子はともかく、フィーロは誤算でした。フィーロは大食いなんてものじゃないからな。あればあるだけ食べてしまう。そんな、このままじゃ破産です。カズマ、一緒に止めてください。コメッコちゃん、美味しかったね。うん、満足。まったく、ここは異世界だ。どんな奴がいるのかわからないんだぞ。ごめんなさい。俺たちだけじゃなくて、身内にも結構厳しいんだな、こいつ。本当に心配だったのでしょう。さっきフィーロといろいろ話して、ナオフミは仲間思いの優しい人だと聞きましたから。へえ、なるほどな。何をこそこそ話してるんだ？いや、別に何も。帽子のお前、メグミンだったか。一応食事の礼は言っておく。だが、うちの仲間を勝手に連れ出すのはやめてくれ。はい、わかりました。次からはナオフミに声をかけるようにします。お前ら、さっきから何にやついてるんだ。とにかく今日の食事代、フィーロの分だけでも返そう。返すったって、この世界の金を持ってないだろ。当分は生活費も必要だろうし。それは。やっぱりここは協力させてくれよ。元の世界に帰るための調べ物も、生活のためのクエストも手伝うからさ。わかった。よろしく頼む。ただし、裏切ったり騙したりした時は、覚悟するんだな。お。このそば！絶好のクエスト日和ね。さあ、ナオフミたちのためにも、一撃ウサギを狩って狩って狩りまくりましょう。おお、随分とやる気だな。で、その服どうした？耳と尻尾まで再現してるし。いいでしょう、ラフタリアとお揃い。お近づきの印に作らせてもらったの。今日の私はカズマの剣よ。
こうやって真似されるとなんだか恥ずかしいのですが。わーいわーい、フィーロとおそろい。コメコちゃんすっごくかわいい。でしょ、私が腕に撚りをかけて作ったの。動きやすいように工夫もしてあるのよ。アクアもコメッコも服で気合が入るのはいいことだが、肝心のクエストを忘れないようにね。そういえばナオフミは大丈夫なんですか？見たところ盾しか持っていないようですが。あ、それは。あの皆さん、ナオフミ様はですね。謙遜か？いや、どこか本音にも聞こえたが。出たわね、一撃ウサギ。で、なんだか数が多いんですけど。ここは私に任せろ。盾役として皆を守ってみせる。待て、一人で立ち向かおうとするな。俺も一緒に。お構い役。さあ来るのだ、一撃ウサギよ。その角で私の鎧を砕いてみせろ。お前、攻撃を受けて喜んでないか。喜んで、いえ。仕方ありません、ここは私とナオフミ様で食い止めましょう。アクアさん、補助魔法は。あれ、アクアさんはどこに。ラー、なんでジャイアントトードが乱入してくるのよ。助けてカズマさん。アクア、クソ、なんだってこんなことに。一撃ウサギも放っておけないってのに。ついに出番のようですね。我が奥義、刮目してみよう。姉ちゃん行け。フィーロも奥義見たい。めぐみのやつ、もう準備始めてやがる。ナオフミ、ラタリア、今すぐそこから離れろ。ここは言う通りにした方が良さそうだな。走るぞラフタリア。はい。さあ、ここからはまばたき厳禁ですよ。行きます、エクスプロージョン。ああ、すっきりしました。なんて無茶な。それにあれだけいたウサギが一瞬で。ナオフミ様、新手です。どうしますか。めぐみ、もう一発って、倒れてる。これ以上戦うのは無理そうだな。みんな撤退だ。もう撤退だと？まだまだ受け足りないぞ。まったく、お前のパーティーは一体どうなってるんだカズマ。うちの奴らがご迷惑をおかけします。このスパ、このスパ、我が名はコメッコ。美しき翼を背負う者。このスパ、もっと強くなって少しでもナオフミ様の負担を減らせたら。